夏子にウェブマネーでも入会できるようにしろって、いや、絶対言わねえ。おめえあれだろ。プレイヤーにもなれねえし、俺の会員にもなれねえクズだろ。お前そこでずっとミラーかなんか見とけ。あともうちょっと追い出されるだろうし。あばよ。NC かも、NC にしとこう。おめえが今日どういうコメント残してきたかによるな。D やら何やらいろいろ。渡り鳥だよ、お前は。渡り鳥。まあ、魂の叫びは俺は聞いたってことで許してくれ。たらい回しされてんじゃねえか、お前。どんどん。ウェブマネーってどんだけなの？携帯でいいじゃん！なんでウェブマネーからってことはさ、どういうことなの？なんかあれなの？携帯料金払ってなくて、なんかそのウェブマネーの、じゃ、ソフトバンクかなんかでできないってこと？いや、スマホ持ってないってことは考えられない。今の時代。クレカもないし、携帯も親関係は。年齢聞いとけばよかった、今のやつ。年齢聞いとけばよかった。親のすねかじったけど、親にはプライドが邪魔していない。月額500円ぐらいだったらさ、毎日、1週間に1回お母さんの肩揉むよとか言えばなんかもらえそうだけどな、普通に。あった？どこに行った？まあ、いいや。見かけたら声かけるわ。事情聴取する。見かけ次第。コメント来た。なんでみんな見えてんの？どこにいた？さっきのやつどこにいる？あ、ここか。お前ら利用規約よく見てないよな。お前らって利用規約見てないよな。ドワンゴにクレカなんて使えないわ、なんか。反発してる、俺に。頑張れ。お前がもしかしたらニコニコ動画変えるかもしれないぞ。変えろ、ニコニコ動画は。お前が。絶対使えるだろ。絶対使えるよ。絶対使えるよ。絶対使える。だって、チャンネルのさ、会員みたいな時見るときに、いつも晒してんじゃん。クレジットカード何人、携帯何人みたいなさ、晒してるだろ。本当にそうだろ。俺クレカだとかあるぞ。なんでお前にこんな俺は手を焼かなきゃいけないんだ。あまりにもなんか、魂の方向が聞こえてきたので。長っ！お前真面目かよ！こいつこんな長いもいるんだぞ！ お前なんかあれだな、真面目だな、いいやつだな。なんか、お前あれするわ、大臣に任命するわ。色つけて。治安維持大臣みたいな感じで、お前色つけとこ。一番汚い色。紫な、お前。これからなんかお前は、あれな、法整備に、うちのコミュニティのなんか、法をお前が、司ってくれ。こういうルールがあるよ、お前ルール大臣だ。ちゃんと俺が、お前ちゃんと、ルール教えてないけど、お前ちゃんと、法務大臣だ。ちゃんとお前が、うんこちゃん、利用規約では、こういうのさ、あ、ダメだ！紫だったら見えねえや。ちょうどいいゴミだし。大したこと書かねえから。これでいいや。ずっと。お前、治安維持大臣だ。高速道路のさ、線みたいな感じで、なんか、たまにあいつが流れるというか、視力を向上させ、視力を向上させ、また見えねえよ、さすがにこれは。これさすがに見えねえ。連投か、まあ、いいや。法務大臣が、あの色が見えたらみんな要注意な。何か俺に危険が迫ってるときは、ルールブックが、参入するから、うわ、これはまずいですよつって。ネモスチャンネルのルールブックが今できた。あの利用規約全部読めるやつに、仕事できねえやついねえだろ。これ任せていいよな。信用できる人間だよな。ここまで来たら。よかったよかった。まあ、これからもなんか俺がわかんないルールお前が全部調べてくれな。ちゃんと紫でチェックしてあるから。よろしく。
なら全部見てるやつ頭おかしいぞ。いやでもそういうさ、アスペみたいなやついるじゃん。じゃあウェブまで使えるように言うの、じゃあ今から言うわ俺。俺言うわじゃあそれ。お前その代わりにお前、俺が言ったらこう、絶対お前あれしろよ。お前俺絶対なんとかして一言言うから、お前もし俺が一言言ったらお前、法務大臣やれよ。その代わりに使えますよって言われたらお前全力でコメントフォローしろよ。おい、さっきのやつ。俺使えると思ってるけど、お前を信じて使えないんすけどって言うから、俺がみんなに責められたらてめえなんとかしろよ。論破しろよコメントで。連投して意地でも。頼むぞ。ウェブマネーも使える。おい、お前ウェブマネーですら使えてんじゃねえかよ。クレジットカードも使えるし、ウェブマネーも使えてんじゃねえかよ、バカがよ。くたばれよ、お前。大恥かくとこだった。おめえらのこと絶対聞かねえ。絶対飛ばされねえし、あいつ。ちょっと待って、探さなきゃ頑張って。いなくなっちゃったよ。せっかく法務大臣が決まったのに。しかも、あ、みんなしか流れない。もう、あいつのせいでめちゃくちゃだよ。あ、よかったよかった。復帰した。復帰した、復帰した。死んじゃったのかな。せっかく可愛いやつ。あ、チャンネルにはウェブマネー使えないんだ。え、そうなんだ。あ、まあ、そっか。プレイヤー化になるためにはってことだな。それも鼻水噛んできていいか。もう風邪ひいちゃってさ。あれ、立ち向きでやられた。便利いいやん。なんか、気違い、これで隔離してこ、どんどん。邪魔くせえから。わかりやすいや。もうちょっと違うんだよって。それは俺は、ああ、なんかあれだ、法務大臣も、黙っちゃいねえよな。いや、みんなの知らない人なんだよ、本当に。